配達員は炎天下の中をバイクで走り回ります。ヘルメットをかぶるとさらに暑くめまいがするということ。極度の暑さに人々は悲鳴をあげています。ある配達員は水分補給をし、またタオルを首にかけるなど熱中症対策をしているといいます。 しかし、屋外で仕事をする人は、どんなに暑くても休むことなく自身の仕事に取り組むしかありません。ある労働組合の担当者は、「最近は暑さが非常に厳しくなり、熱中症になることが避けられないほど。」と話しています。屋内で働く人は、労働部の規定により、暑さによる危険指数や仕事の量によって室温を調整、日々の労働時間と休息の時間のガイドラインが設けられています。 屋外で働く人も高温の際の保障、そして雇い主が飲料品や日陰を用意することが定められていますが、しかし、暑い日が続く中で仕事はしなければなりません。こうした中、一部で高温に関する補助金の声が上がっています。屋外で働く人は、政府主導で提供してほしいと話しています。 また別の屋外労働者はコストなどを考えるとお互いに協力してやるしかないという結論になってしまうと話していますある調査によりますと93.2%の人が高温休暇が必要としていますまた96%以上が高温補助金が必要で最低2300件が必要としています屋外で働く人をどう守っていくか 労働部はスピード感を持って取り組む必要がありそうです。